今日は気体の溶解度について学ぼう。例えば温度 T、圧力 P の容器に水を入れて気体の二酸化炭素を 5mol 閉じ込めたら、二酸化炭素が 1mol 溶けたとする。ここで圧力を2倍にすると水に押し込まれる二酸化炭素の量も2倍になるから、溶ける二酸化炭素のモルも2倍に。圧力を3倍にすると溶ける二酸化炭素のモルも3倍になる。つまり一定温度で一定量の液体に溶ける気体の量はその気体の圧力に比例する。この法則をヘンリーの法則という。ちなみに水の量を2倍にすると溶ける二酸化炭素のモルも2倍に、水の量を3倍にすると溶ける二酸化炭素のモルも3倍になるよ。この問題を考えてみよう。まずは状況を図にしよう。二酸化炭素は温度27度、圧力 1.0×10 の5乗パスカルで1リットルの水に 0.03mol 溶ける。これに対して基準値から温度は変えずに、圧力が 3.0×10 の5乗パスカル、水の量が2リットルの場合、二酸化炭素は何モル溶けるか聞かれている。基準値より押し込む圧力が3倍になっているから、溶ける二酸化炭素のモルも3倍に。基準値より水の量が2倍になっているから、溶ける二酸化炭素のモルはさらに2倍になる。つまり溶ける二酸化炭素のモルは結局6倍になって、0.18mol になる。この問題を考えてみよう。まずは状況を図にしよう。水素と酸素が1対3の比で混合された気体があって、1リットルの水に接触させ0度、 1.0×10 の6乗パスカルに保った。この時何グラムの水素が溶けたか聞かれているから、まずは水素だけに注目した情報を集めよう。全体の圧力、全圧は 1.0×10 の6乗パスカルで、水素と酸素が1対3の比で混合されているから、水素だけに注目した分圧は全圧 1.0×10 の6乗パスカルのうち 1+3 のパワー分の1のパワー分、つまり水素の分圧は 2.5×10 の5乗パスカルになる。全圧や分圧を忘れていた人は前の動画に戻って必ず復習しよう。ここで水素は0度、 1.0×10 の5乗パスカル、1リットルの水に 1.0×10 のマイナス3乗モル溶ける。今基準値から温度、水の量は変わっていない状態で、押し込む圧力だけが 2.5 倍になっているから、溶ける水素の量も 2.5 倍になって 2.5×10 のマイナス3乗モル溶ける。この問題で聞かれているのは何モルじゃなくて何グラムだから、あとは 2.5×10 のマイナス3乗モルの水素が何グラムに当たるのか変換しよう。水素1モルあたり2グラムだから、水素は 5.0×10 のマイナス3乗グラム溶ける。最後にこれら3つの図の状態について、温度、水の量、気体の種類が全て同じで、圧力 P をかけると1モル溶けたとする。この状態から圧力が2倍の 2P になれば溶けるモルも2倍に、圧力が3倍になれば溶けるモルも3倍になると習ったね。ここでそれぞれの状態での溶けている気体の体積を調べよう。そんなの簡単だよ。1モルは 22.4 リットルだから、2モルなら2倍の 44.8 リットル、3モルなら3倍の 67.2 リットルじゃないのって思うかもしれないけど、この値は標準状態、0度 1.013×10 の5乗パスカルの時の1モルあたりの体積。今は圧力が P、2P、3P と変わっていて、1.013×10 の5乗パスカルじゃないし、温度も T で0度じゃないから標準状態ではないわけだ。だから1モルが 22.4 リットルという関係は使えない。ここで状態方程式を使う。
PV イコール NRT を変形して体積を求めると、体積 V は P 分の NRT で求めることができる。それぞれに当てはめると P の時は V に、 2P の時は2が約分されて V に、 3P の時は3が約分されて V に。全部同じになったね。つまり一定温度で一定量の液体に溶ける気体の体積は圧力に関係なく一定になる。これが教科書ではこんなややこしい表現がされているけど、今の話が理解できれば気にしなくて OK だよ。圧力 P が2倍3倍になると溶ける気体のモルも2倍3倍になって、これをヘンリーの法則という。そして水の量が2倍3倍になっても溶ける気体のモルは2倍3倍になる。最後に一定温度で一定量の液体に溶ける気体の体積はどんなに圧力を変化させても状態方程式 PV イコール NRT にぶち込めば体積 V は一定になる。これを押さえよう。ありがとうございました。この問題を考えてみよう。まずは状況を図にしよう。 1.498 リットルの真空の容器に水1リットルと二酸化炭素 0.1 モルを入れ27度に保った。すると二酸化炭素の一部が水に溶ける。この水に溶けた二酸化炭素が何モルなのか聞かれている。ここで水に溶けた二酸化炭素を X モル、溶けずに残った二酸化炭素を Y モルと置けば、X モルと Y モルを足したら 0.1 モルになる式が作れる。ここで二酸化炭素を押し込んでいる圧力を P と置くことで、水中ではヘンリーの法則から X と圧力 P の関係式が作れて、上の空間では気体の状態方程式から Y と圧力 P の関係式が作れる。これをさっきの式に代入すれば X も Y も P も求まる。まず水中の X と圧力 P の関係式をヘンリーの法則で作ろう。基準値から温度、水の量は変わっていない状態で押し込む圧力が 1.0×10 の5乗分の P 倍になっているから、溶ける量も 1.0×10 の5乗分の P 倍になって、 X は 3.0×10 のマイナス7乗 P で表せる。次に上の空間の Y と圧力 P の関係式を気体の状態方程式で作ろう。状態方程式の P に圧力、V に体積、これは全体の体積 1.498 リットルから水の体積1リットルを引いた 0.498 リットルになる。 N に Y モル、 R に気体定数、 T に絶対温度を代入する。これを変形すると Y は 2.0×10 のマイナス7乗 P で表せる。最後に今求めた X と Y をこの式に代入する。この式から P を求めると、押し込んでいる圧力 P は 2.0×10 の5乗パスカルとわかる。最後に X と圧力 P の関係式のP に代入すれば、求める溶けた二酸化炭素は 6.0×10 のマイナス2乗モルが答え。今日は希薄溶液とは何なのか学ぼう。例えば砂糖を水に溶かす。砂糖を限界まで溶かすと砂糖の粒同士の間が近い濃い溶液ができる。これを濃厚溶液という。対して砂糖をちょびっとだけ溶かすと砂糖の粒同士の間が離れている薄い溶液が出来上がる。これを希薄溶液という。実はこれまで扱ってきた溶液は全部希薄溶液。もし濃厚溶液を扱うことになると粒同士の間に働く力も考えないといけない。中和反応の時に扱った溶液は粒同士の間に働く力なんて考えていなかったよね。このようにこれまで扱っていた溶液は粒に働く力を無視していた希薄溶液だったんだ。ちなみに濃厚溶液は
粒同士の間に働く力を考えて、希薄溶液は考えない。この関係はまるで粒の体積や分子間力を考える実在気体と、体積や分子間力を考えない理想気体の関係に似ているね。例えば、水の中に水酸化ナトリウムを2分子入れた。すると、これらは電離して全部で4粒のイオンができる。同じように、水の中に硝酸カリウムを2分子入れた。すると、これらも電離して全部で4粒のイオンができる。これら2つの溶液は中身が違う希薄溶液なんだけど、実はこの中に入っている粒の種類が違っていても、これら3つの性質については粒の数が同じであれば同じ性質を示す。例えば沸点上昇、水酸化ナトリウムのイオン4粒であろうと、硝酸カリウムのイオン4粒であろうと、純粋な水に比べてどちらも4粒が邪魔で、沸騰させるにはさらに温めないといけない。だから沸点がどれだけ上がるかを考えるとき、粒の種類は関係なくて粒の数が影響している。例えば蒸気圧効果、純粋な水ならすんなり蒸発できたけど、硝酸カリウムのイオン4粒があると、この4粒が蒸発の邪魔をする。すると蒸発できる水の量が減るから蒸気圧は下がる。これは水酸化ナトリウムのイオン4粒であっても、この4粒が同じように蒸発の邪魔をする。だから蒸気圧がどれぐらい下がるかを考えるとき、粒の種類は関係なくて粒の数が影響している。例えば凝固点効果、水酸化ナトリウムのイオン4粒であろうと、硝酸カリウムのイオン4粒であろうと、純粋な水に比べてどちらも4粒が邪魔で、凍らせるにはさらに冷やさないといけない。だから凝固点がどれぐらい下がるかを考えたとき、粒の種類は関係なくて粒の数が影響している。このように今見た希薄溶液の性質3つは物理的な性質を示していて、これらの性質は粒が何個あるかで変化する性質なんだね。溶質を限界まで溶かすと粒同士の間が近い濃厚溶液ができる。対して溶質を少量だけ溶かすと粒同士の間が離れている希薄溶液ができる。希薄溶液の性質は物理的な性質を示していて、これらの性質は粒が何個あるかで変化する。これを押さえよう。ありがとうございました。今日は質量モル濃度を学ぼう。水に塩を溶かして食塩水を作った。水は溶媒、塩は溶質、食塩水は溶液といったね。ここで質量モル濃度は溶媒の重さキログラム分の溶質の物質量モルで求まる。濃度といえば、これまでに質量パーセント濃度やモル濃度を学んできた。質量パーセント濃度は溶液全体のグラム分の溶質のグラム、モル濃度は溶液全体のリットル分の溶質のモルで求まった。さて、質量パーセント濃度やモル濃度があるのに、なんで新しく質量モル濃度が出てくるの？ふざけんじゃねえよこの野郎って思うよね。どんな時に質量モル濃度を使うのかというと、これらの希薄溶液の性質が聞かれた時に使う。例えば沸点上昇について、溶液に粒が2個あった時、沸点が1度上昇したとする。もし溶液に粒が4個あれば、粒の数が2倍になっているから、その分溶液をもっと温めて沸点は2度上昇する。このように希薄溶液の性質を見るとき、粒の数に注目するから、粒の数が2倍3倍になったときに、性質に関わる濃度も2倍3倍になるような仕様があれば、希薄溶液の性質が考えやすくなるね。ここで質量モル濃度を使えば、溶けている粒の数が2倍になったとき、質量モル濃度も2倍になる。もしモル濃度を使った場合、溶けている粒の数を2倍にすると、分母の溶液にも溶質が混ざっているから、この中身の部分も2倍になる。これだとモル濃度は2倍にならないね。だから希薄溶液の性質を考えるときは質量モル濃度が役に立つんだ。
これら3つの性質が絡む問題が出てきたら、質量モル濃度を使って解いていこう。ちなみに、なぜ溶媒の単位がリットルじゃなくてキログラムになっているのか。希薄溶液の性質を考えるときは、温度を変化させることが多い。実は、温度を変化させると溶媒の体積は微妙に変化する。温度を変えるたびに体積も変えて計算しないといけなくなってややこしくなっちゃう。でも重さなら温度を変えても変化することはないから、質量モル濃度の溶媒の単位はリットルじゃなくてキログラムを採用しているよ。質量モル濃度は希薄溶液専用の濃度になるんだね。最後にこの問題を考えてみよう。まずは状況を整理する。水に塩化ナトリウム 1.17g を溶かして 100g の塩化ナトリウム水溶液を作った。この時まずは質量パーセント濃度が聞かれている。質量パーセント濃度は溶液全体のグラム分の溶質のグラム。今溶液は 100g、 溶質は 1.17g だから、求める質量パーセント濃度は有効数字2桁で答えて 1.2% が答え。次にモル濃度が聞かれている。モル濃度は溶液全体のリットル分の溶質のモルで求まる。問題文から塩化ナトリウム水溶液 100g の体積は 100ml、 1000ml で 1L だから 100ml は 0.1L になる。溶質の塩化ナトリウムは 1.17g。 塩化ナトリウムは 1mol あたり 58.5g だから、塩化ナトリウム 1.17g は 0.02mol になる。つまり求めるモル濃度は有効数字2桁で答えて 0.2mol/L が答え。最後に質量モル濃度が聞かれている。質量モル濃度は溶媒のキログラム分の溶質のモルで求まる。溶質のモルはさっき求めた 0.02mol。 あとは溶媒のキログラムが求まれば質量モル濃度を求めることができる。今回塩化ナトリウム 1.17g を溶かして全体で 100g の水溶液を作っているから、全体 100g から塩化ナトリウム 1.17g を引けば溶媒の水のグラムは 98.83g とわかる。 98.83g は 0.09883kg。 つまり求める質量モル濃度は有効数字2桁で答えて 0.2mol/kg が答え。質量モル濃度は溶媒のキログラム分の溶質のモルで求まる。これを押さえよう。ありがとうございました。今日は蒸気圧効果と沸点上昇を学ぼう。例えば容器に水を入れて温度を一定に保つ。放っておくと表面にある水の粒が蒸発して飛び出す。そして飛び出した水は蒸気になって蒸気圧が生まれる。別の容器に水を入れて食塩のような気体にならない物質を混ぜてさっきと同じ温度で保つ。すると表面にある水の粒の数が減って蒸発して飛び出すことができる水の粒の数が減る。蒸気になる水の量が減るから水だけだった時に比べて蒸気圧は下がる。このように邪魔者が混じった溶液の蒸気圧は純粋な水の蒸気圧よりも低くなる。この現象を蒸気圧効果という。今の話を横軸が温度、縦軸が蒸気圧のグラフで見ると水の蒸気圧曲線はこうなっていて、ある温度に注目すると溶液の蒸気圧は純粋な水の蒸気圧よりも低くなるから、この点を通る蒸気圧曲線になる。ここである蒸気圧に注目すると純粋な水に比べて溶液の方はより高い温度にしないと沸騰しないことがこのグラフから読み取れる。これは溶液の中には邪魔者がいて蒸発しづらい状態になっている。
純粋な水と同じ蒸気圧まで持っていくには、もっと大きな熱量を与えて蒸気を増やさないといけない。だから溶液の沸点は純粋な水の沸点よりも上がる。この現象を沸点上昇といって、沸点が何度上がったのかを沸点上昇度という。さて、実は沸点上昇度は計算で出すことができて、前回学んだ質量モル濃度にモル沸点上昇という定数をかけると求めることができる。この記号は変化量を表すデルタ、添え字の B は沸点の英語ボイリングポイントの頭文字から来ている。そしてモル沸点上昇の値は溶かす液体によって決まっている。例えば水に塩を溶かそうが、水にグルコースを溶かそうが、同じ水に溶かしていることに変わりはないから、モル沸点上昇の値は同じになる。具体的な値は問題を解く中で計算したり、初めから与えられたりするから覚えなくても大丈夫だよ。ちなみになぜ沸点上昇度がこの式になるのかの説明は次の動画で解説しているけど、かなり複雑で問題で聞かれることも少ないから、気になったら見てみてね。では沸点上昇の練習問題を解いてみよう。まずは状況を整理しよう。グルコース 54g を水 500g に溶かした溶液の沸点上昇度は 0.312K だった。この時塩化ナトリウム 11.7g を水 1000g に溶かした溶液の沸点が聞かれている。沸点について聞かれているから、水の沸点100度からどれぐらい上昇したかが分かれば良さそうだ。そして沸点上昇度が絡んでいるから、この公式が使えそうだ。まずはグルコースについて。沸点上昇度は 0.312K。 質量モル濃度は溶質のモルを溶媒のキログラムで割れば求まる。溶質はグルコース 54g、 グルコースは1モルあたり 180g だから、グルコース 54g は 0.3 モル、溶媒は 500g だから 0.5キロ。 この式からモル沸点上昇の値は 0.52 と求まる。塩化ナトリウム側でも同じように、質量モル濃度は溶質のモルを溶媒のキログラムで割れば求まる。溶質は塩化ナトリウム 11.7g、 塩化ナトリウムは1モルあたり 58.5g だから、塩化ナトリウム 11.7g は 0.2 モル、溶媒は 1000g だから1キロ。これで質量モル濃度が出たように見えるけど、実はこれでは不十分。今出したモルは塩化ナトリウムのモル。塩化ナトリウム1粒を水に入れると2粒分のイオンに電離する。沸点上昇度は粒の数で決まったから、塩化ナトリウムのモルを2倍して粒の数に直してあげないといけない。ちなみにさっき扱ったグルコースは非電解質。グルコース1粒を水に入れても1粒のままだから、質量モル濃度のモルにグルコースのモルをそのまま使ってもよかったんだね。ここが間違いやすいポイントだから気をつけよう。さて、水にグルコースを溶かそうが、水に塩化ナトリウムを溶かそうが、同じ水に溶かしていることに変わりはないから、モル沸点上昇の値はどちらも同じになる。これを計算すると、塩化ナトリウム水溶液の沸点上昇度は 0.208K になる。 0.208K 分温度が上がる。これは 0.208 度分温度が上がることと同じだから、求める答えは 100.208 度が答え。溶液の蒸気圧は純粋な水の蒸気圧よりも下がる。この現象を蒸気圧効果という。溶液の沸点は純粋な水の沸点よりも上がる。この現象を沸点上昇といって、沸点が何度上がったのかを沸点上昇度という。沸点上昇度は計算で出すことができて、質
量モル濃度にモル沸点上昇の定数をかけると求めることができる。これを抑えよう。ありがとうございました。今日は冷却曲線と凝固点効果を学ぼう。中学の時に氷を加熱した時の温度変化を、横軸が加熱時間、縦軸が温度のグラフで表すと、最初は固体の温度が上がって融点の0度になると固体が溶け始めて液体混じりになる。そして液体に変わり温度が上がって沸点の100度になると液体が気体に変化していくと学んだね。加熱の反対が冷却だから、このグラフを反転させれば希薄溶液を冷却した時のグラフのベースができる。液体が固体に変わることを凝固というから、この点を凝固点という。ちなみに希薄溶液を冷やすから気体部分は無視しているよ。さて、溶液を冷やすとこんなグラフになるはずなんだけど、実際はこんなグラフになる。ここは本来このポイントで凝固が始まるはずなのに、さらに冷やしている加冷却と呼ばれる部分。なぜ加冷却が起こるのか。これは固体の粒は規則正しく並んでいて、液体の粒はある程度ばらついていることが関係している。まるで買ったばかりのパズルとそれをバラバラにしたパズルみたいな関係だ。規則正しい買ったばかりのパズルをバラバラにするのは一瞬でできる。でもバラバラのパズルを元に戻すのは大変だよね。こんな感じで規則正しい固体を加熱して液体にするのは簡単だけど、バラバラの液体を冷やして元の固体に戻すには時間をかけて冷やしてあげないといけないから加冷却が起こっている。そしてパズルを組み立てるとき、角に来るピースがはまれば他のピースもはまっていくね。こんな感じで液体が凝固するとき、まず結晶核と呼ばれる固体の見本ができて、見本さえできてしまえば周りの液体が固体になっていく。この結晶核を作るための加冷却でもあるんだ。さて、この冷却曲線で聞かれるポイントは2つ。なぜ凝固を開始してすぐに温度が上がるのか、なぜ温度が一定に保たれるのか。まずは1つ目、なぜ凝固を開始してすぐに温度が上がるのか。加冷却が起こっているとき、液体の粒たちは早く固まりたくてうずうずしている。ここで結晶核が完成すると、今まで溜めていた我慢が爆発して急激な凝固が起こる。この時、急激な凝固によって出される熱の方が周りから冷やされて奪われる熱よりも多くなるから、ここの温度は上がっている。次に、なぜ温度が一定に保たれるのか。これも同じ考え方。ある程度まで我慢を爆発させるとイライラが解消できて粒も満足する。この時、凝固によって出される熱と周りから冷やされて奪われる熱がイコールになっているから、ここの温度は一定になっているよ。次に、溶質を溶かした場合の冷却曲線を見てみよう。純粋な水の冷却曲線はこうなっていた。溶質が混ざると純粋な水に比べて邪魔者が入るから、凍らせるにはさらに冷やさないといけない凝固点効果が起こった。だから溶質が混じった冷却曲線はこうなりそうなんだけど、実際はこんなグラフになる。溶液の凝固点は斜めの部分を延長した線と冷却曲線がぶつかったこの点の温度になって、ここが加冷却にあたる。さて、溶液の冷却曲線で聞かれるポイントは1つ、なぜ右肩下がりになっているのか。例えば凝固する瞬間について、ビーカーの中には溶媒6粒と邪魔な溶質4粒があったとする。これが冷やされて溶媒2粒が凍ったとする。ここからさらに凍らせようとすると、溶媒4粒に対して邪魔な溶質4粒だから、邪魔な粒の濃度がさっきよりも大きくなる。全体に対して邪魔な粒の割合が多くなった分、もっと冷やしてあげないといけない。もっと冷やされてさらに溶媒2粒が凍ったとすると、溶媒2粒に対して邪魔な溶質4粒だから、邪魔な粒の濃度がさらに大きくなる。全体に対して邪魔な粒の割合が多くなった分、さらに冷やしてあげないといけない。つまり溶媒が凍れば凍るほど濃度が上がる、濃度が上がれば上がるほどもっと冷やさないといけないから、凝固点は下がり続ける。だからここは右肩下がりになっている。
ちなみに溶液の凝固点は純粋な水の凝固点よりも下がる。凝固点が何度下がったのかを凝固点硬化度といって、この凝固点硬化度は沸点上昇の時と全く同じ計算で出すことができて、質量モル濃度にモル凝固点硬化という定数をかけると求めることができる。この記号は変化量を表すデルタ、添え字の F は凝固点の英語フリージングポイントの頭文字から来ている。そしてモル凝固点硬化の値は溶かす液体によって決まっているよ。最後にこの問題を考えてみよう。まずは凝固点が聞かれているから、どれぐらい凝固点が下がるかの凝固点硬化度を調べよう。凝固点硬化度はこの式で出た。まずは1番、質量モル濃度に 0.12 を代入する。ただし硝酸カリウムは電解質、硝酸カリウム1粒を水に入れると2粒分のイオンに電離する。このモルは硝酸カリウムのモル、凝固点硬化度は粒の数で決まったから、硝酸カリウムのモルを2倍して粒の数に直して計算しよう。これを計算すると硝酸カリウムの凝固点硬化度は 0.24KF と求まる。次に2番、質量モル濃度に 0.20 を代入する。ここでグルコースは非電解質、グルコース1粒を水に入れても1粒のままだから、このまま計算してグルコースの凝固点硬化度は 0.20KF と求まる。最後3番、質量モル濃度に 0.10 を代入する。ただし塩化カルシウムは電解質、塩化カルシウム1粒は3粒分のイオンに電離するから、塩化カルシウムのモルを3倍して計算すると塩化カルシウムの凝固点硬化度は 0.30KF と求まる。つまり凝固点硬化度が大きい順はこうなる。さて問題で聞かれているのは凝固点硬化度の高い順じゃなくて凝固点の高い順。今出したのは水の凝固点0度からどれぐらい下がるのかの凝固点硬化度だから、求める答えは凝固点が高い順にグルコース、硝酸カリウム、塩化カルシウムになる。溶媒や溶液を冷やした時の温度変化を横軸に冷却時間、縦軸に温度を取ったもので表して、これを冷却曲線という。ここは過冷却と呼ばれる余計に冷却している部分。急激な凝固によって出される熱の方が周りから冷やされて奪われる熱よりも多くなるから、ここの温度は上がる。ここまで来るとイコールになるから、ここの温度は一定になる。溶液の冷却曲線では溶媒が凍れば凍るほど濃度が上がる。さらに冷却しないといけないから凝固点が下がり続けている。溶液の凝固点は斜めの部分を延長した線と冷却曲線がぶつかったこの点の温度になって、ここが過冷却にあたる。純粋な溶媒から凝固点が何度下がったのかを凝固点硬化度といって、質量モル濃度にモル凝固点硬化をかけると求めることができる。これを押さえよう。ありがとうございました。これまで希薄溶液の性質として蒸気圧硬化、沸点上昇、凝固点硬化を学んできたね。実は希薄溶液にはもう一つ浸透圧という性質がある。今日はそんな浸透圧について学ぼう。例えば U 字管があって半透膜で仕切る。半透膜は電気分解の時に扱った素焼き板や陽イオン交換膜のように特定の何かを通す膜のことで、浸透圧では水だけ通す膜を使うよ。 U 字管の左に水、右に溶質を溶かした溶液を入れる。ここで半透膜を拡大すると、半透膜には水だけが通れる小さい穴が開いている。左にある粒は全部水だから、左から右に自由に移動することができる。右にある粒は溶質は通れないから、水の粒だけが右から左に移動することができる。だから全体で見ると左から右へ水が浸透していく。全体で見ると左から右へ水が浸透していく。この浸透する力を浸透圧というよ。さてこの状態で放置すると水が浸透してくるから
水の高さが下がって溶液の高さが上がる。そしてどこかで高さの変化が止まる。この止まった状態で水が浸透してこようとする浸透圧を π と置く。この浸透圧 π はどんな式で表すことができるんだろうか。1901年にノーベル化学賞を取ったファントホッフは、浸透圧とは溶質の粒が半透膜を押す力だと言った。溶質の粒が溶液を動き回ることで生まれる半透膜を押す力が浸透圧になるんだね。では粒が半透膜を押す力はどう表現できるんだろうか。まず同じ溶液の中で粒の量が2倍になれば半透膜を押す回数も2倍になるから浸透圧は2倍になる。つまり浸透圧 π は物質量 N に比例する。次に溶液の温度が高いほど溶液の粒は激しく暴れ回るから浸透圧 π は絶対温度 T に比例する。次に溶液の体積が半分になればその分粒が押す回数は2倍になるから浸透圧も2倍になる。つまり浸透圧 π は体積 V に反比例する。 V を払うと πV イコール N 定数 T になる。状態方程式の PV イコール NRT に似ているね。実は面白いことにファントホフさんはここの定数が気体定数 R になることも見つけたよ。ただし物質量 N に代入するのは溶液に散らばっている粒の数。塩化ナトリウム水溶液の場合、塩化ナトリウム1粒は電離して2粒になるから電離した後の物質量 N を代入しよう。ちなみに浸透圧があるから水が浸透してくるはずなのにこの状態で止まっている。これは水が浸透する力浸透圧 π と溶液 h センチ分の重さによる圧力が釣り合っているから。問題で出されるときは1センチあたり100パスカルとするみたいに基準を与えてくれることが多いから浸透圧 π が何パスカルか計算で出すことができるよ。この問題を考えてみよう。まずは状況を整理する。断面積10平方センチの U 字管に非電解質の物質 0.756g を溶かした水溶液を 100ml、 純水を 100ml 入れた。これを300キルビンで放置すると液面差が 3.24 センチになった。この時生じた浸透圧が聞かれている。問題文から溶液1センチで100パスカルだから計算すると324パスカルになる。次に分子量が聞かれている。分子量は1モルあたりのグラムだから非電解質の物質 0.756g が何モルにあたるのかが分かれば計算で出すことができそうだ。だから 0.756g が何モルにあたるのか求める。ここで浸透圧、体積、気体定数、絶対温度の情報があるから πV イコール NRT が使えそうだ。 π に浸透圧、V に体積、これは初め 100ml でそこから 3.24 センチの差ができたから溶液側は 3.24 センチの半分の 1.62 センチ分増えている。断面積10平方センチメートルで 1.62 センチ増えたから溶液の体積は 116.2 立方センチメートルになる。立方センチとミリリットルは言い換えが可能だからリットルに直すと体積は1000分の 116.2 リットルになる。 R に気体定数、 T に絶対温度を代入して計算すると物質量 N が求まる。この問題の物質は非電解質だからこの物質量がそのまま非電解質の物質量になる。あとは1モルあたりに換算すると求める答えは 5.0×10⁴ グラムになる。 U 字管の左に水、右に溶質を溶かした溶液を入れて放置すると左から右へ水が浸透していく。この浸透する力を浸透圧という。
浸透圧 π には気体の状態方程式のように πv イコール nrt という関係が成り立つ。そして浸透圧 π と溶液 h センチ分の重さによる圧力が釣り合っている。これを押さえよう。ありがとうございました。今日はコロイドとその分類について学ぼう。例えば水の粒やその他いろいろな粒が混じった溶液を目が粗いろ紙や目が細かい半透膜に通す。するとろ紙は通れるけど半透膜は通れない粒が出てくる。この粒をコロイド粒子といって、大きさはだいたい10のマイナス9乗から10のマイナス7乗メートル。水素原子の大きさがだいたい10のマイナス10乗だから粒にしては大きい方だね。そしてこの粒が分散している状態で、分散している粒を分散質、分散させている粒を分散媒という。例えば牛乳であれば、水という分散媒の中にタンパク質という分散質が混ざっている。他にも霧であれば、空気という分散媒の中に水滴という分散質が混ざっている。そして豆乳のようにトロトロと流動性があるコロイド溶液のことをゾルという。豆乳に刺激を与えて固めると豆腐になるように、ゾルが流動性を失ったものをゲルという。さらに豆腐を乾燥させると高野豆腐になるように、ゲルを乾燥させたものをキセロゲルという。ここは語句が聞かれやすいから押さえておこう。さてコロイド溶液は出来方によって2つに分類できる。次にこれらを見ていこう。まず1つ目が水と仲がいい浸水コロイド。これはコロイドの周りを水の粒が囲うことで沈殿せずに水の中で浮いているコロイドのこと。浸水コロイドの例としてタンパク質や石鹸がある。タンパク質は分子1個でコロイドサイズになっている。このように分子1個でコロイド粒子になるものを分子コロイドという。石鹸は1つの分子の中に水が好きな浸水液と水が嫌いな疎水液を持っている。これが円形に集まって水が好きな浸水液を外側に持ってくることで水に囲んでもらいやすくなる。このように分子が集まって一つの分子のようになるコロイドを回合コロイドという。二つ目が水と仲が悪い疎水コロイド。これはコロイドの周りが何らかの原因でプラスやマイナスに帯電してお互いに反発し合うことで沈殿せずに水の中で浮いているコロイドのこと。疎水コロイドの例として水酸化鉄がある。水酸化鉄は粒が集まってプラスに帯電しコロイドサイズになる。なぜプラスになるのかをざっくり説明すると、水酸化鉄は鉄イオンが1、水酸化物イオンが3の割合で構成されている。するとマイナスの電気を持つ水酸化物イオンが表面に多く存在することになる。このマイナスに鉄イオンのプラスが引き付けられて全体でプラスの電気を持っている。じゃあこのプラスにマイナスが引き付けられないの？と思うかもしれないけど、これ以上踏み込むと高校科学の範囲外になっちゃうから、ここまで理解しなくて OK だよ。受験科学の範囲では水酸化鉄はプラスに帯電している疎水コロイド、これだけ押さえておこう。そして水酸化鉄のようにプラスやマイナスに帯電したことで水中に分散しているコロイドを分散コロイドというよ。ろ紙は通れるけど半透膜は通れない粒をコロイド粒子といって、大きさはだいたい10のマイナス9乗から10のマイナス7乗メートルになる。粒が分散している状態で、分散している粒を分散質、分散させている粒を分散媒という。流動性があるコロイド溶液のことをゾル、ゾルが流動性を失ったものをゲル、ゲルを乾燥させたものをキセロゲルという。水を分散媒にしたコロイド溶液にはコロイドの周りを水が囲う浸水コロイドと帯電して反発する疎水コロイドに分類ができる。浸水コロイドの例にはタンパク質や石鹸があり、タンパク質のように分子1個でコロイドになるものを分子コロイド、
石鹸のように分子が集まってコロイドになるものを回光コロイドという。疎水コロイドの例には水酸化鉄があり、水酸化鉄のように帯電したことで水中に分散しているコロイドを分散コロイドという。これを押さえよう。ありがとうございました。今日はコロイドの性質を学ぼう。一つ目がブラウン運動。コロイド溶液を特殊な顕微鏡を使って観察すると、コロイド粒子は不規則に運動している。これはコロイド粒子が溶媒の粒に当たって不規則に運動しているから。この運動をブラウン運動というよ。二つ目がチンダル現象。コロイド溶液に光を当てると、コロイド粒子に当たった光が散らばって光の通路が明るく見える。これをチンダル現象といって、木漏れ日で見える光の筋や教室のカーテンの隙間に差し込む光もチンダル現象になるよ。3つ目が透析。半透膜に包まれた不純物を含んだコロイド溶液を水につける。するとコロイド粒子より小さい粒が拡散して代わりに水が入ってくる。こうすることでコロイド溶液の不純物を取り除くことができる。この操作を透析というよ。この仕組みを使ったのが人工透析。血管内の老廃物を透析液に通して透析を行うことで、きれいな血液を戻しているよ。次に疎水コロイド特有の性質を見てみよう。4つ目が電気泳動。例えば U 字管に水酸化鉄3のコロイド溶液を入れて電圧をかける。水酸化鉄3のコロイドはプラスの電気を持っていたからマイナス側に引っ張られる。この現象を電気泳動というよ。電気泳動はコロイド溶液がプラスの電気を持っているのかマイナスの電気を持っているのかを区別するために使われるよ。5つ目が凝積。例えばプラスの電気を持って反発しているコロイド溶液に電解質を少し加える。するとマイナスのイオンがプラスの周りにくっついてプラスの電気の力がなくなる。反発する力が消えて分子間力のような粒同士が引き合う力だけが残るから引き合って沈殿する。このように疎水コロイドの溶液に電解質を少しだけ加えると疎水コロイドが沈殿する。この操作を凝積というよ。この凝積は浄水場でゴミを取り除くときに使われている。ゴミは若干マイナスの電気を帯びていて、そこに電解質を加えるとプラスのイオンがマイナスを打ち消してゴミを沈殿させ取り除くことができる。ちなみにゴミを取り除くときにはアルミニウムイオンが使われている。別にアルミニウムイオンじゃなくてもカルシウムイオンやナトリウムイオンのようにプラスのイオンだったら何でもいいんだけど、アルミニウムイオンはプラス3だから一粒でマイナスとたくさんくっつくことができる。価数が大きいほど沈殿させやすいからアルミニウムイオンが使われているよ。最後に浸水コロイド特有の性質を見てみよう。6つ目が塩石。例えば水に囲まれて粒が離れているコロイド溶液に電解質をたくさん加える。ここで電解質が電離した時の様子を復習しよう。このプラスの電気を持ったナトリウムイオンに水分子がちょっとマイナスの部分を向けながらピラニアのごとく近づいてきます。一つじゃないですよ。大群となってわんさか水分子が近づいてきます。こんなにマイナスの力で引っ張られたら離れてしまいますよね。つまり水はイオンが大好きなんだ。コロイド溶液に電解質をたくさん加えると同じようにイオンの周りに水がまとわりついて囲っていた水がなくなる。すると粒同士の引き合う力だけが残るから引き合って沈殿する。このように浸水コロイドの溶液に電解質をたくさん加えると浸水コロイドが沈殿する操作を塩石というよ。この塩石は豆乳から豆腐を作るときに使われている。豆乳は浸水コロイド。ここに主成分が塩化マグネシウムのにがりを大量に加えると固まって豆腐ができるよ。最後7つ目が保護コロイド。疎水コロイドの周りを浸水コロイドで囲う。疎水コロイドだけだと電解質を少しだけ加えた時疎水コロイドが沈殿する凝積が起こったけど、周りを浸水コロイドに囲んでもらうことで
電解質が少し混ざったぐらいでは沈殿しなくなる。このように凝石が起きないように周りを囲っている浸水コロイドを保護コロイドというよ。保護コロイドは墨汁に使われている。墨汁は炭素のコロイド溶液。この周りをニカワというゼラチンの一種で囲むことで凝石を起きにくくしているんだ。コロイド粒子が溶媒の粒に当たって不規則に動く運動をブラウン運動。コロイド溶液に光を当てると光の通路が明るく見える現象をチンダル現象。コロイド溶液の不純物を取り除く操作を透析という。コロイド溶液に電圧をかけると U 字管の中をコロイド粒子が動く現象を電気泳動という。疎水コロイドの溶液に電解質を少しだけ加えると疎水コロイドが沈殿する。この操作を凝石といって、イオンの価数が大きいほど沈殿させやすい。浸水コロイドの溶液に電解質をたくさん加えると浸水コロイドが沈殿する。この操作を塩石という。凝石が起きないように疎水コロイドの周りを囲っている浸水コロイドを保護コロイドという。これを押さえよう。ありがとうございました。この動画が少しでも役に立ったら、いいねで教えてください。